今年も平和島で真冬のビッグレースが開催。 SG クラスの豪華メンバーが集結した今回はトリプルドリーム戦を実施。絶好枠に構える王者松井茂の逃げを阻止するのは歴代グランプリ覇者かニュージェネレーションか。昨年末のグランプリ優勝戦メンバー5人が同じ枠番で登場。地元エース浜根谷健吾が迎え撃つ。平和島での SG 優勝実績を持つ池田、今垣など水面好相性のメンバーが山崎智也を逃がさない。トークショーやライブステージなど期間中はイベントも満載。平和島から興奮と感動のプレゼント。G1 東京ベイカー12月3日開幕。